おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日はなぜこのような清掃をさせていただいているのかと言いますと、大変重大な発表がございます。プルルルプン、コンサート開催決定。私コンサートを今までいくつかやらせてもらってきたのですが、今回は来年の1月から2月にかけていろんな場所でコンサートをやらせていただくことになりました。まず1月8日静岡でリサイタルをやらせていただきます。そして1月10日名古屋でリサイタルをさせていただきます。そして1月23日横浜でリサイタルをさせていただきます。そして2月11日福岡でリサイタルをさせていただきます。今現段階で決まってるのはこのような状況なのですが、あともう少しだけちょっとね増やすかもしれません。今回のプログラムはですね、月光だったり月の光だったり英雄ポロネーズだったりショパンバラード1番だったり愛の夢だったりラーカンパネラだったりと、本当にね名曲が詰まった、もう名曲が詰まりに詰まった、詰まりすぎてどうしようっていうぐらいのね最高の曲目でのソロリサイタルをさせていただきます。ですので皆様、静岡、名古屋、横浜、福岡、今現段階で決まってるのは先ほども言ったこれだけなんですけども、またここから追加するのを楽しみに待ってもらえたらなと思います。ぜひとも皆様会場でお会いしましょう。というわけで、僕の最高の曲目でのソロリサイタル、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。というわけで皆様